皆さんこんばんは、声楽の田川です。今日はですね、赤毛のアンの練習に行ってきました。で、赤毛のアンの練習で一番私の中でね、苦労しているのはマシューが死んじゃうところがあるんですけど、マシューが死んじゃうときマシューってなるんだけど、そのマシューが私の中ではなんか高い声で叫ぶことがなんかあまり自然じゃないんですね、私の中でね。そこと自分の思いから来る声がなんか声の高さがなんかうまくいかない、それがちょっとあんって思うところなんですね。それが本番までにうまくいくといいな。皆さんいかがお過ごしですか？暑さに負けてませんか？クーラーに負けてませんか？あの、今日はなんですけど、皆さんと共有したいなと思うのが、あの口角を作って、これね、口角を立ててお話をする、歌うというののなぜおすすめかっていうところをみんなとお話ししたいなと思います。なんでおすすめかっていうと、私が思うのはやっぱりなんか私たちって平らな顔じゃないですか。この奥行きが足りないから、この客席の方向に唇がくちばしのようにこうなっている方がいい気がするんですね。で、だけどそのプロの方たちでもうどんな口の形をしていても響きがちゃんともうできてますよっていう人はもう不要になると思うので、その響きが乗っている感触っていうのかな、はぁーじゃなくてあーって声になる、あーってなってる人はあーってなったら余計あーって散ってってしまうから、あーじゃなくてあーって声にしていく、あーっていう声にすることを慣れちゃえば、別にこれ限定解除じゃないけど、補助輪じゃないけど外してもいいと思うんですね。だけど一番最初歌を始める人たちは、あの本当にまっさらな状態ね、あのまっさらな状態でお歌を歌う人たちはやっぱりあーってなってる方がいい気がします。その方があのいろんな生徒さんたちを見ても思うけど、それからあの息が上屋根に当たる方がいいと思いますね。あーあーどうしてもあーってこっちに行っちゃうと、あーっていう方に行っちゃうから、あーあーあーって息がこの方向に行くとなんかいい気がするな。だからこうしておきますで息はあーって当たりますがどうでしょう。あのプロの皆さんは見てらっしゃらないと思うけど、あのこれ初めてお歌を歌う人とかお歌に悩んでる人向けですからね。そうだけどあーっていう方がいい気がするな。私全然これ意識したことなかったんですけど、岩渕先生と出会うまで。でもやっぱりこうしている方が歌いやすい。で、あの無駄な力がいらない。だけど口輪筋は使って響きを集めないといけないから、口輪筋は使うんですよ、もちろん。だけどそれ以外のところはいらないかなっていう気がするので、すごく歌っていて楽な気がします。だから和合と口輪筋と口角でいいんじゃないかな。これちょっと皆さんほらお盆休みでしょ、今。お盆休みじゃないわいっていう人もいらっしゃるよね。でもお盆休みの方はそうなのと思ってやってみてください。なんだ、カラオケとかでもそうだけど、でもカラオケどうですかね。カラオケ口角立てて歌ってたらちょっとキモいかな、わかんない。ちょっと皆さんにお任せしますけど、とりあえず歌の声の出し方はこれでいいと思うよ。なんかなんだなんだ、たての糸はあなた、私かわかんないけどっていう時に、たての糸はあなた、私、同じこと2回言うなよですね。よーよーこの糸は私っていう時、よーこのーってやった方がいい気がする。だけどこれカラオケじゃないもんね。よーこの糸は私ってから赤に開かっちゃう。よーこの糸は私ってこう立ってる方がいい気がする。皆さん試してみて、ペチャーっていうか床に開けてみるのとニュってしてみるのと比べてみてちょー。じゃあね皆さん。
時間をお過ごしください。バイバイ。ごめんなさい、今日夜すぎたかな。じゃあね、バイバイ。